なんで男しかいないんですか。僕って女性枠じゃないんですか。男性枠で頑張りたいと思います。ちょっといやいやいや、そうなんですよね。まあそれは仕方ないとして、か弱い男の子なんでね、ちょっと僕希望があったんですけど、さきとさんっていないんですか。ちょっと遅刻してますね。あ、遅刻してる。あ、なるほど。僕結構自分で言うの嫌なんですけど、ブレイキング男子上一番ちょっと可愛いっていうか、ちょっとギャップがあるなって思ってるんですけど、こんな子が顔面切り飛ばしたら面白いなって思ってるんで、よければちょっとさきとさんとやりたかったんであれなんですけど。格闘技歴って終わりなんですか。空手を7年ぐらいですか。はい。シャドウを見せてもらったらできますか。シャドウ、いや、ちょっとそれ、まあ、せっかく来たんだからやればいい。はい、やっちゃいますか。ちょっと空手やってたんで、蹴りでも見せましょうか。なんか、なんかミットとかあったらいいんですけど、ミットないですか。あ、ない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 から、じゃあちょっとやりますか。もっと自信持って、バンさん、そんなちょっと待って、バンさん、つまみ出しましょうか。ちょっと、僕、か弱いんで、そんな、いじめないでください、本当に。もう、弱そうじゃないですか、そんな、いじめちゃ、泣いちゃう。気持ち悪い。多分僕、純粋にね、ここでやる、多分本戦でやった方が面白いんで。今のままだと落ちますよ。落ちちゃいますか。もう時間来てから、まあ、多分、もう時間来てからいいよ、いや、こいつらは、多分余裕で切り飛ばせます。じゃあやってみろ。つまみ出したよ。余裕で切り飛ばせます。つまみ出したっていいですか。だってさきととやりたいんでしょ。俺もさきととやりに来たんですけど。じゃあ強い方にいっちゃいますか。来るんですか今日。さきと。あ、ちなみに僕歌舞伎町のホストやってるんですけど。知らねえよそんなこと。あいつぶっ倒して僕が歌舞伎町で。お前が歌舞伎町でやってよ。まあなんなら強い方でいいんですけど。あ、縛られたいなら縛ってあげると。まあ今やっても全然。ちょっとミッシェスと二人ミッシェ。でも、サキトさんね。じゃあそこ試合のしますか、この後。あ、よろしくお願いします。その時にはサキト君来てると思いますし。強い方と。いや、サキトさんは今日いらっしゃるんですか。来ます。あ、本当ですか。すぐ来ます。あの、やつ丸坊主にしに来たんで、今日私は。とりあえずじゃあ、こいつ芝居て。まあまあ、全然。じゃあ、後から試合にしてください。はい。じゃあ、これ出てもらっていいですか。あ、準備してもらって。あ、いいですか。はい。レディー、ファイト。お疲れ様です。何やってんの。今ゼノの情報をチェックしてるんですよ。ゼノ？ゲームじゃん。このゼノっていうのはまだリリースされてないんですけど、スキルカードを使って対戦する激アツな NFT ゲームなんですよ。でもゼノって他のゲームと何が違うの。ゼノは NFT って言って育てたキャラたちを実際に売ったり買ったりできるんですよ。とにかくプロジェクトゼノで検索。